高木豊です。小野木です。お願いします、はい、今日はですね、はいはい、カッティングセンター来ましたね。やっとやっときました。今日は私の弟子になりたいっていうやつが、えおお、そんな猛者たちがいるんですか。ケムクジャラの猛者。ケムクジャラの猛者。ケムクジャラかどうかわかんないです。はっきり言うと年だから。それではなんかバッティングに目覚めたいということで、君たちも知ってる、はい、ね、呼び込んでください、はい、はい、ではドアちゃん、コナンちゃん、はい、コナンです。コナンです。よろしくお願いします。お願いします。どうぞ。そこはあのバッティングのど素人で、はい、ね、徹底的に教えていきたいと思います。お願いします。まあ、一つのコツをつかめば全然大丈夫、うん、ね、安心して俺に任せてください。はい、わかりましたか。はい、はい、じゃあやってみたいと思います。交互期待です。まあ、これからちょっとやっていきたいと思うんですけども、はい、この動画を見る前に概要欄にこっちを先に見てくれっていうものを貼ってます。それを見てからこのチャンネルを見ていただきたいということで始めていきたいと思います、はい、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、ということで、はい、もうあの当たるようになりました、バットね。素晴らしいです。すごかったですね。いや、もうものすごいセンスがあって、はい、上達が早い、はい、飲み込みが早い、うん、そうですね、私のことを師匠と呼び出した。これが気に入った、はい、まあ、そこで打ってもらいます、実際に。おー、はい、で、バッティングってもう命がけ。あ、命がけなんですか。うん、なんで命がけかというと、空振りしたら方向球児に当たるような設定でやる。え、ちょっと待って、どういうことですか。命がけ、こっちは命がけです。当たらなかったらボールがそのまま当たる。命がけならこっちっすよ。いや、命がけで当てるんだ。これは命がけで身を守るという。身を守れない。いや、だから、空振りしたら身も守れない。まあ、そうですね。当ててくれればいいってことですね。そう、当ててくれれば。2人が。うん、あ、でもさっきの上達見てるんで。いやいや、信じたいんですけど、恐怖感もあります。じゃあ、2人選んでいい。じゃんけん、じゃんけん、じゃんけん。じゃんけん、絶対選ばれないよ。自分の身を守るために、コナンさん。ですよね。じゃあ、高いでめっちゃ空振りしちゃったりして。絶対にお願いします。頑張ります。じゃあやってみましょうかね。分かった。18球中1球でも当てよ。18ミスっても1球さえ全球当ててくれよ。ここで求めるのは目で見るけど心の目で見てる。深いですね。はい、名言だ。YouTube やってきて一番プレッシャーだよ。プレッシャー、そこが一番バッティングの練習になるの。なるほど、なるほどね。緊張感に勝てるから。皆さんそうやってプランになってる。いや、違うと思います。はい、やってみましょう。はい、ちょっと待って、緊張する、マジでやばい。セーブですか、球。いや、3球ですよ。3球にしましょう。3球さえ当てればいいですもんね。その代わりバントはなしだ。はいはいはい。お前、そうだ、顔面大丈夫。いや、違う、こうすか。うん、もうそこ絶対に。いや、そこで指の間から見とく。来たと思ったら指閉じる。またかな。はい、行くよ。3球ですよね。うわ、行くよ。あ、ちょっと待って、1球見てからやる。すぐスッと入って、はい、はい、入った。よし、これじゃ痛くねえな、おい。痛い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 、十分痛い。はい、来るよ。ということで、緊張は成長をさせるという企画でした。よいか、真似しないでくださいよ。真似しないでください。絶対ダメよ。